ギジェルモ・エレディア・モリーナは、キューバ共和国マタンサス州マタンサス出身の、プロ野球選手。左投げ右打ち。MLB のアトランタブレイブス所属。愛称は、エルコンで。父のギジェルモ・エレディア・シニアも、キューバリーグで11シーズンプレイしていた。英語圏では、ギレルモ・ヘレディアと表記されることもある。2009から2010シーズンから、キューバ国内リーグセリエ。 ナショナルでベースボールのココデリロスでマタンサスでプレー。2011から2012シーズンに全96試合に出場、打率343、10本塁打、93塁打、91得点を記録し、花開いた。2012年7月の第26回、ハーレームベースボールウィークで、キューバ代表に選出された。11月6日に、サムライジャパンマッチ2012、 日本代表 VS キューバ代表のキューバ代表が発表され代表入りした。同日、台湾で行われたサンダーシリーズのためらい台した。サンダーシリーズ終了後の14日に来日した。2013年3月には第3回ワールドベースボールクラシックのキューバ代表に選出された。2015年1月に亡命を企てたとして出場停止処分を課され、二月に メキシコへ亡命した。2016年3月1日にシアトルマリナーズとメジャー契約を結んだ。開幕は参加の AA 級ジャクソン・ジェネラルズで迎え、トリプ AA 級タコマ・レーニアーズを経て7月29日にメジャー昇格を果たした。同日のシカゴ・カブス戦でメジャーデビュー。ルーキーイヤーのこの年は45試合に出場して打率250、一本類だ。 12打点、1盗塁を記録した。守備は、基本的に左翼手を守り、35試合で1失策。守備率98、983DRS プラスに、ザープラス0.8という成績を記録。また、右翼手14試合と中堅で1試合も守り、外野の全ポジションをカバーした。2017年シーズンが始まる前に、アリゾナホールリーグで、 バットのスイングをコンパクトにするように取り組んだ。2018年11月8日に、マレックス、スミス、ジェイク・フレーリーとのトレードで、マイクズ・ニーのマイケル・プラスマイヤーと共にタンパベイレーズへ移籍した。2019年オフの12月2日にノンテンダー、FA となった。2020年1月9日にピッツバーグ・パイレーツと単年契約を結んだ。 8月24日にディーフとなった。2020年8月28日にウェーバー工事を経てニューヨークメッツへ移籍した。2021年2月21日にケビン・ピラーの加入に伴ってディーフとなった。2021年2月24日にウェーバー工事を経てアトランタ・ブレーブスへ移籍した。快速選手であるが投塁は苦手としており、 通算盗類成功率は2014から2015シーズン終了時点で42.6%である。中堅守として9回屈指の広い守備範囲と強権を誇る。出展。ありがとうございます。